岡県と佐賀県で自然と食を通しグラマラスな体験を発信する番組、ゴーガンズグルメロードトリップ。3回シリーズでお届けする第3回は、海と陸の食材の宝庫、福岡県福津市。シリーズを通し旅をするのはミシュラン一つ星シェフ福山剛さん。常に究極の食材を求める福山さんは、九州各地をキッチンカーで駆け巡っています。まもなく、九州にお店をオープンするんですけども、九州のいろんな食材であったり、食文化、あとはいろんなシェフと交流して、いろんなつながりをこの1年ぐらいで持って、このレストランのオープンに、つなげていきたいなと思ってます。九州の料理人で唯一アジアのベストレストラン50に選出。これまで計5回ランクイン。フレンチシェフ福山剛さん。食の街福岡の美食家が集まる界隈では西中市の太陽と呼ばれ親しまれる存在。フレンチレストランを経営する福山さんは、名の知れたシェフたちとも交流を深めています。その中でも特に強力なタッグを組んでいるのが、アジアのベストレストラン50の頂点に4度輝いたインド人シェフガガン・アナンドさん。意気投合した2人は近々2つの個性を融合させたレストランゴーガンを福岡市でオープンする予定です。レストランオープンに向け、個性豊かな食材を探し求める福山さんが、今回新たな創作料理を手掛けるために向かったのは、九州北部の福岡県福津市。おはようございます。こんにちは、どうも。わあ、めっちゃ天気がいいな。こんにちは、今日どうもよろしくお願いいたします。どうも、初めて僕多分福津来たんで、いろいろとご案内よろしくお願いします。どうもありがとうございます。お越しいただきました。ありがとうございます。今回現地を案内していただくのは、福津市の農園レストランアプテカフレーゴのオーナー花田愛さん。花田さんはイタリア人のご主人とともに、今世界で注目されているファームトゥーテーブル、農場から消費者のテーブルへ安全で新鮮な食材を提供するという考え方を実践し、手間のかかる有機栽培を行っています。案内人の花田さんと待ち合わせしたこちらの宮地岳神社は、福津の人気観光スポットナンバーワン。ここには3つの日本一があり、その一つは重さ3トンの大しめ縄。2つ目は直径 2.2 メートルの大太鼓。そして3つ目は重さ450キロの大鈴。開運や商売繁盛の神様として信仰を集め、年間300万人以上の方が訪れています。今日はちょっとなんか美味しい食材が揃うようにちょっとお祈りに、はい、ぜひ行きましょう、はい、行きます。すごい大きなしめ縄でした、これ。はい、そうなんです。日本で一番大きいしめ縄で、うん、いろんな方々がこう願いを込めてお賽銭を入れたりとか、ね、はい、お金が入ってますもんね。初めて見て、すごい。宮地岳神社、初めて来たんですが、ここで最も話題になっているところにも案内してもらいました。光の道ってとてもすごく今もう海外の方からも有名になって、10月の20日前後ですね、ちょうど太陽が海に
沈むのがこうまっすぐ見えるっていうスポットになってすごい壮観な、はい、これがその秋と春に光がスッと入るような、まあね、はい、光がなくてももうやっぱ海まで一本道なんで、真っ直ぐですね、ね、すごいなんかこう、はい、今日いいことがありそうな感じになりますね。福津市は福岡県の北部、福岡市と北九州市のほぼ中間に位置し、周辺には宗像市の沖ノ島などの世界遺産があります。そんな福津市は海の幸と山の幸に恵まれた食材の宝庫。人口はおよそ68,000人。海岸の濡れた砂浜や潮だまりが空を映し出す鏡の海と呼ばれる絶景が話題になっていて、フォトジェニックな写真を撮ろうと多くの若者たちが訪れます。そこで先ほど見た光の道を通って靴の海岸へ向かったんですけど、いや本当に一直線ですね。子供の時に結構もうちっちゃい時から福津で生まれて育って、なかなかちっちゃい町ですけど住みやすい町ですね。福津の海岸に並ぶおしゃれなカフェ、今回はその中でも花田さんおすすめのお店に入ってみました。はー、かわいそうですね。これちょっとインスタ撮って、51歳インスタ撮って絵になりますかね。こんな感じで撮ってみました。わすごい、僕一応ダブルでいるかと。あ、いいですね。こんにちは、お口に合いますでしょうか。こんにちは、どうも、今日はありがとうございます。なんでもないです。こちらがあのホヌカフェのオーナーの伏見さん。わー、どうも、こんにちは、はい、ね、美人すぎます ね, ね、これ何ですか、このケーキは。これはあのレインボーチーズケーキと申しまして、この宮地浜のサンセットがまさにこの色になる瞬間がありまして、それをイメージしてチーズケーキを作ります。すごい、いかがでしょう。うん、うん、美味しい。濃厚なチーズケーキですね、うん、ですね、美味しい。このロケーションの、ね、中で食べるチーズケーキ最高です ね, ね、本当に。やっぱりこんなに綺麗な海だと、そうです、ね、いいお魚も取れるでしょうね。取れますね。漁師さんが取ったものを直で入れてるあのお魚センターがあるので、ぜひぜひそちらにシェフをご案内したいと思います。わ、そこ行って、はい、じゃあお魚いろいろ見れるんですね、はい、この後福津のお魚が登場。生きが良すぎるタイに福山さんもびっくり。わー、すごい、何でもありますね。ね、何でも新鮮なものがいっぱい。お魚センターウミガメは津屋崎漁港で水揚げされた旬の魚介類を販売。魚の種類が豊富なのが特徴です。綺麗なイカです ね, ね, ね、新鮮です。これ古代これで200円ですか。200円で安いですよね。わー、すごい。こちらはお魚センターウミガメの店長森田さん。地元の魚屋で10年ほど修行し、福津の海と魚を知り尽くした方です。あのこの福津の魚の魅力って、まあ、まずやっぱり港の横なんで、はい、本当生きた魚がどんどん入ってきて、はい、漁師さんたちが新鮮なうちにパックして出してくれるんで、多分どこのスーパーでも食べたことないような味になってると思う。なるほど、はい、新鮮なんですね、はい。このお店の一番の売りは何といってもこのイケス。わあ、すごい。これは何ですか。これはアラですね。わあ、はい、アラも取れるんですね。そうですね。腹痛は結構いろんな漁をやってる人が多いんですよ。でこれは漁師さんがあの釣りで。釣りで。はい、わあ、すごい。ヒラスですね。ヒラス。はい。もう全部天然で。天然です。そして僕が一番気になったのはこちらのタイ。うわあ、すごい。いいですか、これ。わー、これもう最高すぎますね。形もいいし色もいいしね、はい、これ今日上がったやつで。そうです。この新鮮な鯛を使って頑張って料理作ります。はい、お願いします。ありがとうございます。はい、お魚センターウミガメでは購入した魚をおろしてもらうこともできます。福津の天然マダイは玄界灘から水揚げされたもので、鮮度品質ともに最高級。地元では鯛茶漬けが名物になっています。
山さんはタイの身だけでなくアラの部分も持ち帰ることに。次はあの野菜を、野菜を、はい、わあ、うちの農園にご紹介を。あいさんとこの農園に、わあ楽しみ、わあ嬉しい。実は花田さんはこだわりの野菜作りで有名な方。果たしてどんな野菜に出会えるんでしょうか。極力手を入れずに、極力野菜たちの生命力に力を任せて、一個ずつのこう野菜の表情だったりとか、なんかそういったのをこう敏感に感じ取ることができないといいものは作れないよ。確かに確かに。花田さんの野菜に向き合う姿勢にすごく感動しました。これは期待が持てそうですね。旦那様。あ、主人です。わあ、どうも、はじめまして。はじめまして、こんにちは。どうもこんにちは。花田さんの夫でありアプテカフレーゴのシェフであるシルビオさん。15年ほど前イタリアで花田さんと出会い、結婚してから来日。日本で手に入る野菜に物足りなさを感じ、自らイタリア野菜を育てています。イタリアから来ているでも日本で全然フードのカルチャーすごい違うから、もう物見つからないね日本で。そしたらもう絶対もう自分たちゼロから作らないといけないで。不屈の土はシルビオさんの故郷ナポリの土に似ているんだそうです。そんな不屈でシルビオさん夫婦は10年ほど前からイタリア野菜を育ててきました。5種類ぐらいのお野菜でスタートしたんですけど、農薬も使ったりなんだりして作ってたんですけど、だん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 こう消費者と話すようになってきて、今度はやっぱり体にいいものとか安全なものっていうのを使いたいっていう思いが強くなったんですね。有機肥料を使ったり除草剤を使わないっていう農法に変わっていったっていう感じですね。大変なこともいっぱいあったんです。うん、まあ、ずっと大変なことはあるけど、もう農業は普通で大変けど、やるしがない今みたいな。どんな感じで？もうここら辺で、ここ長くで切ったら、すごい長くで持つで。あ、長い方が持ちがいいんですね。そうそう。いいですか、とっても。どうぞどうぞ。ありがとうございます。簡単ですね。良かったですか。わーすごい。花田さんの農園からはパプリカやトマトピューレ、ズッキーニ、ジャガイモなどの食材をいただきました。わー、この後日本茶の新しい楽しみ方が登場。そのお味は。作る場所はグランピング福岡ぶどうの木。海のそばの豪華なテントやコテージに宿泊し、ホテルのようなサービスを受けることができます。施設内には抜群のロケーションを誇るお寿司屋さんもあるんです。さて、料理を作る前に花田さんへとっておきのサプライズを用意しました。八女っていう福岡の南部のところがあるんですけど、ものすごくこうお茶が有名なところの町があるんですね。縁もあって今日デモンストレーションをご準備していただいてるんですね。昼間は暖かく夜は冷え込む八女地方はお茶の栽培に適していて、およそ600年の歴史があると言われています。甘さとコク、しっかりとした旨味がある味わいが特徴です。まず最初に作ってもらうのは八女煎茶のスパークリング。うわー、かっこいい。今日はちょうど暑かったからね、このスパークリングがちょうど、はい、お茶の香りはめっちゃ残ってますね。です ね、 ね、すごい甘みがあってすごい美味しいですね。なんかこうマスカットじゃないけど、なんかフルーツのね感じが、やっぱなんか色の感じが出てなんか美味しいですね。そしてこちらは全国茶品評会で20年連続日本一に輝いている八女伝統本玉露。今回は特別に手間がかかる究極の味わい方、氷出しでいただきます。わ、すごい
口の中に旨味がバーッとくるでしょ。びっくりしました、ね、香りもだけどすごい、ね、なんかお茶とは思えないぐらいなんか出汁を入れてるような感じですよね。ニューヨークとかいろんなところで海外の方にも飲んでいただいたんですけど皆さんびっくりする。そう、ね、世界中のシェフがなんだこれ、うん、この靴の海岸見ながら、ね、最高ですね、はい、それではいよいよ今回集めた不屈の食材を使っての料理がスタート。一体何を作るんでしょうか。よし、じゃあ今日はこのタイのアラを使おうかな。のアラを使ってブイヨンを作ります。なんか今から使う食材を端の部分が出たんでそういったものを全部入れていきます。生姜の皮であったりとかパクチー使うからパクチーの芯とかもう今日の不屈で採れた食材のお味を全部ブイヨンに凝縮していくという感じで今日はシルビオさんと一緒に採った、パプリカをピザ窯でローストしてもらってそれを今日ちょっと使っていこうと思います。柔らかい。間違いなく最高のパプリカ。続いてたっぷりの油にマスタードシードを入れて香りを出します。このちょっとマスタードこのブラックマスタードがパチパチパチっと弾け出したら、玉ねぎから炒めていきます。でここでちょっとこうカレーリーフっていう香りが複雑になるこのカレーリーフっていうのを入れます。あと唐辛子、まあ玉ねぎの香り生姜の香り唐辛子のこうスパイシーさがこう今どん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 こう熱によって外にこう放たれてるような感じで。ここでなんとシルビオさんが登場。憧れの福山さんの料理を間近で見たいと予定を変更して駆けつけたんだそうです。ここにシルビオさんのこの夏取れたそうです夏で本当にスローフードです。ナポリのやり方で夏のトマト入れて瓶の中に入れて茹でて、うん、チョコとバジリコとフーユ使います。私たちのフーユフレッシュのトマト買わないで。わあすごい、これはスローフードでねナポリで、うん、うわーすごいねえフレッシュな香りです。そうです、ありがとうございます。わあトマトピューレを軽く炒めたら辛味のチリパウダーターメリック彩りのターメリックそしてカレー粉。そう今回のメニューはカレー、タイとイカのカレーです。シルビオさん福山さんのカレーはいかがですか。アジアとかヨーロッパとかね全然違うのねスパイスのたくさんで使って面白い食べたいで味見てみたいで、うん、香りが立ってきたらタイとイカの出汁がたっぷりのブイヨンと合わせます。ここで選手交代。今回のカレーにぴったりのレモンリゾットを急遽シルビオさんに作ってもらうことにしました。急にすいません、ありがとうございます。嬉しい、なんか本場のリゾットが食べれるからありがとうございます。シェフで今日不屈のレモンとちょうど今のシーズンでねもう秋3月まで不屈酒本当に素晴らしいのレモンになります。普通の野菜だしとちょっとレモンも葉っぱも入れた中にかっこよすぎる。そしたらちょっとね香りがもっとインテンスのになります。お米ももう胸型でもうすぐ近いの無農薬のお米です。まずは生の米をイタリアから取り寄せたオリーブオイルで炒めそこにワインを投入します。
バターオリーブオイルお米を焼いて、白ワイン入れて玉ねぎ、勉強になります、うん、素晴らしいな、みんなこれは食べたがるな。さらに先ほどの野菜だし、パルミジャーノレッジャーノ、絞ったレモンを入れてしばらく炊けばレモンリゾットの完成です。福山さんとシルビオさんがコラボしたタイとイカのカレーが出来上がりました。いただきます。いただきます。美味しいリゾット。美味しい。カレーは最高です。すごい美味しい。本当に一緒に食べたら結構あの酸味出てくる。ね、酸味ちょうどいいよね、バランスが。不屈のね味の空いてます中にで、うん。野菜とね、今日とったタイとイカだけなんですけど。タイ、まあ、新鮮で歯ごたえもあってすごく美味しいですね。うん、あもちろんパプリカもね。ありがとうございます。美味しい。あのトマトも瓶詰めだったんですけど、なんかそのトマトの凝縮感をこう。で作ったカレーなんで、不屈の海とシルビオさん家の野菜のカレーって感じですね。今日は本当にありがとうございました。今日は一日ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。パーフェクトな一日でしたね今日。本当にね、あんまり本当なんかなぜこんなに不屈に来てなかったんだろうなっていうぐらいになんかストレスがなくなったような感じですね。お魚の良さであったり野菜とかいろんなことが勉強できたから本当なんか良かったなって。いや本当ありがとうございます、ね。シルビアさんどうでした、料理一緒に作って。もう素晴らしい。これ本当に今日まずは本当にありがとうございます。一緒にご飯で作ってお料理で作ってなんか本当に忘れないで。煙で泣いてるんですよね。煙は大変感動して泣いてるや、目が潤んでるから、あなんか感動したのかなと思ってでスモーキーでね、本当ありがとうございます。ありがとうございました。またぜひ近いうちに、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。So I lay my head to rest when the senses you have been so today.